ちょということで、今日はだらしないモーニングルーティーンちょっと皆さんにお見せしたいなと思ってですね、撮ってるんですけど、今マジで割と寝起きですね、本当に。で、やっぱり綺麗なモーニングルーティーンだけじゃなくて、もうなんか汚いやつもちょっと見せたいなと思って、ちょっとはい、さらけ出そうかなと思って撮ってるんですけど、まあ今日土曜日朝かというと、まあ土曜日の朝なんですけど、昨日ですね、まあ無事一週間をやりきって、なんかめっちゃ疲れたんですよ。だからご飯食べてお風呂入ろうと思ったけど、気づいたらもう寝落ちしてって感じで、で僕は多分ロングスリーパーなんですよ。で今日は特にそれを発揮して14時間ぐらい寝たんですよ。多分7時過ぎぐらいに寝たんですけど、今日起きたら9時半ぐらいになってて、もうマジでめっちゃ寝ちゃいましたね、本当にやばいっす。はい、ということで、まあいろいろちょっと案内していきたいなと思います。じゃあ、はい、ということで、もう見てください。あ、で、これ、前ね、モーニングルーティンで紹介したとき、ちょっと模様替えしましてですね、仕事に集中できる環境をということで、ちょっとこう、なんていうんですか、ここに椅子を置くことで、なんかこう、閉じ込められる感があってですね、なかなかこう、抜け出しづらくなってるんですよね。ここはですね、はい。そしたら案の定ですね、その仮説が当たって、めちゃめちゃ仕事、このデスクにいる時間が、まあ、強制的にこう増えてですね、めっちゃいいなと思いました。はい。で、昨日、あれなんですよ。こんな感じでですね、もう靴下も脱ぎっぱで、ね、ご飯の食べた後も、洗わずに、そのまま放置して、そのまま寝落ちしたので、まあ、こんな感じになってます。はい。やばいですね。マジで見せたくない。はい。で、キッチンに行きますと、ちょっと今本当はですね、ちょっとこう、モーニングルーティーンも始めちゃってる途中で思い立ったので、ちょっと準備が始まってるんですけど、こんな感じですね。はい。昨日作り置きの無水カレーを食べたので、まあそれもちゃんと洗わずに取ってありますと。はい。で、あれですね。今何したかというと、まあコーヒー入れるんですよ、僕。ほぼ毎日入れてて。で、今コーヒーをちょうど入れてるところでしたね。はい、こんな感じで毎回バルミューダケトルにこうお湯入れて、コーヒー豆を入れて、牛乳を、はい、ミルクを温めて、なんかこのブレンダーなんで、これガーってやって、カフェミストを作ってますね。冬、夏とかこう暑い時期はアイスコーヒーで、まあ、それにこうミルク入れて、まあ行く、まあ会社だったら出勤するみたいな感じなんですけど、まあ、今ちょっと寒いんで、はい、こんな感じで、ホットドリンクを作っております。はい。ということでしたね。はい。だいたい朝起きたら僕はもう、あれですね。こんな感じで、歯磨いて、はい。すっきりして。で、今日は、まあ、朝余裕があるので、本当はシャワーで済ませるんですけど、今はですね、こんな感じで、お湯を沸かしてますね。はい。ということでございました。はい。で、洗濯物も、ちょっと溜まってますね、取り込めずに。はい、もうやばい、今日は朝やることがいっぱいでございますということでですね、まあざっくりモーニングルーティーンこんな感じですね。はい、起きて歯磨いてコーヒー入れて、ちょっとこうのんびりするみたいな感じでございます。はい、でも平日とかはここから出勤するんで、そんなこう優雅な生活は送れないんですけど、ね、もう速攻シャワー浴びたら出るみたいな感じの生活になってるんですけど、まあ土日のね、土曜朝のこうもうゆったりしたモーニングはこんな感じでございます。はい、で最近はあれなんですよ、まあ土日もまあ作業時間ね、ちょっと増やしたいなと思って、ほら新年明けましたし、YouTube もね、なんかいろいろこう仕事も頑張ろうかなっていう感じなので、はい、なるべく作業時間を確保すべくことで、この後はコーヒー飲んだら、そのまま作業を頑張ろうかなと思います。はい、まあただ今日は昨日何もタスクをこなさなかったおかげで、洗い物とかいろいろマジで残ってるんで、はい、やっていきたいと思います。はい、で僕普段はめちゃめちゃしっかりした人間なので、いろいろ洗濯とかね、まあ、家事系はめっちゃしっかりしてるんですけど、今日は本当にだらしない感じに始まってしまいました。はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。